さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング。私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。さて、今回の放送ですが、今回も注目の一戦の勝敗予想ですね。今回僕が予想していく試合は現地時間12月10日土曜日開催、日本時間では翌日の日曜日お昼頃に行われる WBO 世界ウェルター級タイトルマッチ、テレンス・クロフォード対デビッド・アバネシアンの一戦です。ということで、まず僕も含めてここにいるみんながこの試合について言いたい一言、いやスペンス戦じゃないんかいと、これですよね。もう知らない方はほとんどいないと思いますが、現 WBO ウェルター級チャンピオンのテレンス・クロフォードと同ウェルター級残る3つの世界タイトル WBA、WBC、そして IBF 3団体統一チャンピオンのエロール・スペンス・ジュニア、この2人がこのウェルター級のトップオブトップ、僕らファンの間でも階級最強はどっちなのか、この論争が過去数年間ずっと繰り広げられていますよね。で、そんな僕らの疑問がようやく解決する兆しが見えたかもしれない。とうとう2人が直接対決するんじゃないか、そんな噂が今年2022年に入ってもうガーッと広がっていたんですよ。で、実際両者の陣営が試合実現に向けた交渉を進めていたのも事実なんで、ほんとこの数ヶ月間いつ試合をやるのかみたいなニュースが流れ続けていましたけど、何を隠そうこの僕も今年こそはスペンス対クロフォードの4団体統一戦が見られるんじゃないか、そんな風に考えていたうちの一人です。なんですけど結局また実現しませんでしたね。もう本当ある程度は分かっていたことですけど、もう本当にこのボクシング界のビッグマッチって実現させるのが難しいんだなって、もちろんビジネスなんでいろいろと関わる人たちがみんな幸せになる道を見つけるのは大変だろうし、ある程度仕方ないと思わなきゃいけないとは思うんですけど、ただやっぱりスペンス対クロフォードの試合だけは諦めきれないんで、改めてまた来年2023年での実現を夢見ようかなと思っております。もう皆様も僕と一緒に祈っててください。そんなこんなでスペンス戦の交渉はまとまらなかったクロフォード、そんな彼の相手に今回選ばれたのがデビッド・アバネシアン。IBF の世界ウェルター級8位、そして WBO 世界ウェルター級6位の選手ですね。もう長らく WBO ランキング1位にいるバージル・オルティス・ジュニアが、いや俺にタイトル挑戦させろよって切れてもおかしくないと思うんですけど、本当にもしスペンスとやらないんだったらこのオルティス戦かジャロン・エニス戦くらいは実現させてくれよっていうのが皆様の総意かと思います。ただこのアバネシアン、もちろんスペンスとできないことに関しては残念な気持ちはあれど、普通に強い選手です。現在34歳のロシア人ファイター、戦績は33戦29勝 17KO 3敗1引き分けですね。キャリアの初期はずっと地元ロシアで戦っていた選手で、そこまで世界的な知名度はなかったんですけど、今から6年前、2016年の5月、アメリカ開催の興行にてあのレジェンドシェーン・モズリーに勝ったことで一気に世界的な知名度を高めた方です。モズリーの現役最後の相手がこのアバネシアンですよね。で、現在は6戦連続 KO 勝利中と勢いに乗っていますし、非常に攻撃力の高い選手なんで、クロフォードといえど舐めてかかってしまったら危ない相手かと思います。ただ過去にこのクロフォードと共通の相手と戦った経験があって、それというのがエギディウス・カバラウスカスですね。
まあ、このカバラウスカスのことはこのチャンネルでも話したことのある選手だし、世界トップレベルのファイターですが、このカバラウスカス相手にアバネシアンは KO 負けを喫しています。でそれに対してクロフォードは逆に KO 勝ちをしてるんで、まあ、当然単純比較にはならないものの、この同じ相手と戦った試合の結果が両者の実力差を示してるんじゃないかっていう声も一定数ありますよね。まあ、そもそも前回級は合わせたパウンド・フォー・パウンドランキングでもトップ3とかトップ5に選ばれているクロフォード相手にまともな勝負ができる選手なんて世界中を探してもほぼいません。まあ、そんなクロフォードのことを今更説明する必要もないかもしれませんが、それこそあの井上尚弥選手やオレクサンドル・ウシクなんかと並ぶ現役最強ボクサーの一人、現在は35歳になりますが、まあ、まだ全然衰えた感じも今のところはないです。現在の戦績は38戦38勝29 KO 無敗。もう激戦区ライト級からスーパーライト級、そして現在戦うウェルター級まで世界3階級制覇を達成している選手でもあります。で何よりすごいのが、こうやって下の階級から上げてきてるにもかかわらず、今戦っているウェルター級に転級してからは KO 勝ちしかしていません。まあ、もうウェルター級でもアミール・カーンとかケルブルックとかショーン・ポーターとかもう名だたる名選手たちとやってるんですけど、それでいて6戦6勝 6KO、 まあ、このウェルター級に上がってからの6連続 KO 勝利だけにとどまらず、スーパーライト級時代も合わせてここ直近の9試合連続 KO 勝利中です。まあ、これまで世界タイトルマッチを16戦行ってきて16勝 13KO ですよ。もう超激戦区のライト級からウルター級に渡って世界タイトルマッチ16回もやって全部勝ってるだけでもエグすぎるんですけど、その上で KO 率 80% 超えってもう異次元ですよね。まあ、なんとなくテクニシャンみたいな印象が強くてハードパンチャーだと言われることは少ないような気もしますが、まあ、これだけ倒してきている力を見れば分かる通りパンチも当然強いし、何よりメンタルが非常に攻撃的な選手ですよね。僕はクロフォードの試合は今までに3回生観戦をしていますけど、なんか本当生で見ててもね、正直テクニシャンっていう印象よりも、もう怖いなこの人っていう印象の方が強く残るタイプでした。まあ、今回はお互いがこういう攻撃力の高いタイプ同士なんで、かなりエキサイティングな展開も期待できますよね。ただボクシングスタイルとしてはお互い全然違って、チャレンジャーのアバネシアンの方は高いガードをキープするハイガードプレッシャーファイター、このハイガードを中心に相手のパンチを弾いてじわじわ前に出続けてしつこくプレッシャーを与えていく、まあ、武骨にも見えるプレッシャーファイタータイプですよね。まあ、ガードを高く上げてるし、しかもスクエアスタンス気味に構える選手なんで、もうほんと正面切ってガンガン攻めに行く印象が強いかと思います。ちなみにこのスクエアスタンスっていうのはいわゆる教科書的に体を斜に構えて、まあ、オーソドックスだったら左手、あるいはサウスポーだったら右手、こうやってどちらかの手を明らかに前に出して構えるのではなく、もう両手もなんなら足の方も割と平行した位置に置いておいて、まあ、体の正面を思い切り相手の方に向けた感じで構えるスタンスのことですね。まあ、イメージ的にガンガンと前に出たい好戦的なタイプの選手がやることが多いスタンスです。まあ、相手に正面を向けちゃっている分ディフェンス面には穴の多いスタンスなんじゃないかなと僕は考えています。ただズン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 前に出ていくには好都合な構えでもあるんで、プレッシャーファイターとしては利点もありますよね。でアバネシアンの場合結構スイッチすることも多いんで、
まあ、左右関係なく左も右も強いパンチを持っています。まあ、だからこそセオリー通りの構えで前手でジャブを突きに行くっていうよりも、もうどちらが前手とも言えないような構えからガードを高く構えておいて、突然のストレートとともに相手方向に飛び込んでいくみたいな、まあ、アグレッシブなスタイルですよね。まあ、ある意味スタンダードとは違くて分かりやすい型ではないんで、相手からすれば面を食らうこともありそうだし、ユニークでフレキシビリティの高いスタイルと言えるかもしれません。まあ、体の正面を結構相手方向に向ける分、あまり上体の動きでパンチを外すのは得意ではなく、もう基本ずっとガードディフェンスが中心ではありますが、まあ、手数が結構多い分逆に相手のパンチをもらうことも多いですかね。ただスタミナとかタフネスみたいな部分は本当に強い選手なんで、まあ、誰にとっても嫌なタイプな相手ではあると思います。それに対してチャンピオンのクロフォードは、まあ、世界最強なんていう風に言われるくらいの選手ですから、マジでボクシング界トップオブトップのスキルを誇っている選手です。まあ、さっきも言った通りパンチもあって攻撃力も高い、もうその上で距離のコントロールやクリンチもうまい、単純なスピードや反射神経の速さも抜群のものを持っていて、ディフェンス能力もボクシング界最高レベルです。でしかもクロフォードも左右のスタンスを入れ替えるスイッチヒッターで、右でも左でも、もうほぼほぼ弱点がないという、まあ、あとはカウンター能力の高さなんかもね、本当に芸術の塊というか、もうマジで強すぎて笑ってしまうレベルです。まあ、特に僕の中で評価が高いのはサウスポースタンスで構えている時の右のチェックフックと左アッパー、そして左ストレートカウンターの正確性、もうこれは本当にえぐいです。で、まあ、過去に、まあ、カバラウスカスとかショーン・ポーターみたいな、まあ、ざっくり分けて今回戦うアバネシアンと同系統のプレッシャーファイターたちを見事な KO 勝ちで葬ってきています。まあ、正直スピードもディフェンス面も、もうなんなら攻撃力もクロフォードの方が上だし、楽しみな試合とは思いつつ、両者のこれまでの経歴やこれまで見せてきた能力をしっかり客観視して冷静に比較や分析をしていけば、まあ、クロフォード負ける要素を見つけるのが難しいくらいにクロフォード有利のマッチアップかと思います。ちなみにこの両者の共通の相手であるカバラウスカスはクロフォードが KO すると思うよと語っていますよね。まあ、唯一クロフォードの方に懸念があるとすれば試合感覚の空き、試合感の鈍りではないかなと。まあ、もう最後に試合をしたのが去年2021年11月のショーン・ポーター戦なんで、まあ、もう1年以上空いちゃっています。あとはクロフォード割とスロースターター気味の選手なんで、この試合感の鈍りとかちょっと前半エンジンが温まりにくい部分をアバネシアンがついて、前半まだ体が温まってないうちにもうガチャガチャ引っかきます。その中で効かせるパンチを当てる的な、そういうチャンスはまあアバネシアンもあるかもしれませんよね。まあ、でも多少いいパンチを当てたくらいじゃクロフォードも立て直しがうまいし、もう立て直されちゃったらその後は多分ひっくり返されてしまいますから、マジでアバネシアンとしては4ラウンド制の試合というくらいの気持ちで、もうスタミナダンク全部使い果たしてしまうくらいの勢いを前半に見せてほしいなと僕は思っています。ただやっぱりね、もうこの試合は有利な方が明確なんで、ステークカジノさんのオッズを見てみると、この録音時点でクロフォード 1.07 倍に対してアバネシアンが 7.8 倍ですよ。まあ、もうここまで開いちゃってるとクロフォードにかけて当てたところでほとんどうまみもないし、ここはあえてアバネシアンにベットするっていう考え方もあるかもしれません。
まあ、なんですが、世間がこの試合に対する勝敗予想をどうしているのかっていうのが現れている数字ですよね。ちなみにこのステークカジノさんでボクシングベッティングを楽しみたいという方は、ぜひこのチャンネル限定のボーナスコードを使用してみてください。このボーナスコードを使うと 200% の初回入金ボーナスがつくんで、例えば単純に1万円で2万円分遊べるっていうことです。だいぶでかいボーナスですよね。ボーナスコードはこのチャンネルの概要欄に貼ってあるんで、興味のある方はぜひご使用してステークさんで遊んでみてください。それではこのあたりでそろそろ僕の勝敗予想もしていこうと思いますが、今回の僕の個人的な勝敗予想は、クロフォードの8から10ラウンドくらいでの KO 勝利。やっぱりここはかなり固くクロフォード勝利予想になっちゃいますね。さすがに実績が違いすぎるし、多分アバネシアンみたいなタイプと戦うのはクロフォードからすると得意なんでね。多分序盤からあの左ストレートと右のチェックフックカウンターでアバネシアンの前進を止めておきつつ、前に出づらそうにしているアバネシアンに対し、逆に自ら前に出てプレッシャーを与えていって、まあ、じわじわ中間距離からジャブをつき、その中で相手の隙を炙り出していくみたいな戦い方をし続けるんじゃないかなと。まあ、アバネシアンも本当にタフな選手なんで、多少劣勢に立たされたとしても、なんとか展開を変えようと強引に圧力を強めたりもするんでしょうけど、まあ、距離が詰まっても、クロフォードの場合、本当クリンチも上手いんで、あのクリンチワークで攻撃が遮断されてしまうんですよね。なんでまあ、アバネシアンがやりたいことをやろうとしても、ことごとくクロフォードの上手さにかわされちゃうような気がしています。まあ、クロフォードは左のボディアッパーとかも本当上手いんで、多分後半アバネシアンがボディを効かされて、動きが落ちてきたところで、右フックか左アッパーのカウンターを合わせて倒しちゃうイメージですかね。まあ、さすがにこの試合ではクロフォードに勝ってもらわないと、来年期待しているビッグマッチの実現が遠のいてしまうし、ちゃんと世間の期待通りの結果や内容を示してほしいなと思っております。まあ、アバネシアンも、まあ、今回はさすがに圧倒的不利と言われていますが、スロースターターで試合間隔が空いているクロフォードをサプライズするような果敢な攻撃を前半からガツガツ仕掛けていって、いい試合を作ってくれることに期待しております。で、まあ、あと今回のこの試合、僕の住んでいるアメリカだと BLK プライムっていう、今までボクシング配信をしたことがないプラットフォームが、だいたい40ドルくらいの値段でペーパービュー配信をする予定なんですよね。なんでこの新たなプラットフォームがどんな配信を見せてくれるのか、これも結構楽しみにしていたんですけど、実はですね、これ同じ日に、あのティオヒモ・ロペスとホセ・ペドラザの試合もあって、これニューヨーク開催なんで、僕現地に生観戦しに行くつもりなんですよ。なので、ここまでタラタラと勝敗予想してきた割には、このクロフォード対アバネシアンの試合は、ライブタイムでの観戦はできないと思います。まあ、でも当然後から追っかけて見るつもりなんで、皆様もぜひどちらの試合も楽しんでみてくださいね。ということで今回の放送はこの辺りで終わりにしていこうと思いますが、ぜひとも今回話をしてきたクロフォード対アバネシアン、皆様それぞれの勝敗予想や展開予想もこの動画のコメント欄にてお聞かせください。さすがにオッズの開いてる試合なんで、ただクロフォードが勝つっていうコメントよりも、じゃあどのパンチで勝つのかとか、判定予想だとしたら何ポイント差くらいの判定になるのかとか、もうその辺まで書いていただけると非常にありがたいです。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければ Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録やいいね、スーパーサンクスもしていただけると幸いです。ステークカジノさんで遊ぶ場合は、
概要欄に貼ってあるボクシング&ボクシングチャンネル限定の特典コードを使ってみてください。ではまた次回の放送でお会いしましょう。